皆さんこんにちは。2015年5月26日にデビューして以来、一線で活躍しているセブンティーン、通称セブチ。そんな大人気グループのセブンティーンは、元メンバーに死亡者がいるという噂や、事務所って結局どこ?という声も上がるなど、事務所の闇問題があるようです。今回はこの内容について紹介していきたいと思います。日本人にも人気の韓国アイドルグループセブンティーン、セブチの愛称で親しまれる13人組です。元メンバーだった練習生に死亡者がいるという噂は本当なのでしょうか？結論から言うと、セブンティーンの元メンバーに死亡者はいません。現メンバー、元メンバーだけでなく、セブンティーンに関連する練習生にも死亡者がいるという事実はありません。ではなぜセブンティーンの元メンバーに死亡者がいるという噂が出るのでしょうか？理由は、2018年12月22日に発生したジャワ島西部地震において、インドネシアの人気バンドセブンティーンのメンバーが津波に飲み込まれ亡くなったという報道がありました。亡くなったのはリードボーカルの男性で、ライブ中に津波に襲われたようです。亡くなったのはセブチとは全く無関係の人物ですが、グループ名が同じで活動時期も重なっていたため、勘違いした人がいたのでしょう。バンドセブンティーンのメンバーの方が亡くなったのは残念ですが、韓国のセブンティーンは死亡者はいませんので、一安心ではないでしょうか。また2018年には韓国のアイドルグループスペクトラムのメンバーキムドンユンが亡くなっています。チャンドユンと名前が似ていることから混同してしまう方もおり、噂が流れた可能性もありそうですね。では切り替えて、韓国アイドルセブンティーンの元メンバーについて紹介していきます。現在は13人で活動しているセブンティーンですが、デビュー前はグループ名通りの17人のメンバーがいました。そのうち4人は2015年のデビュー直前に脱退しています。4人の元メンバーのプロフィールと脱退理由、そして現在について紹介します。1人目はチャンドユン。チャンドユンはプレディスエンターテインメントの練習生でセブチ候補生でしたが、デビュー前の2014年に事務所を退社、それに伴いセブンティーンを脱退しています。エスクプス、ジョンハン、ジョシュアと同じクオズのドユンはエスクプスと特に仲が良かったようです。脱退理由と現在については、ドユンは俳優に転向するために事務所を退社したと言われています。現在は180センチという長身とスタイルを生かし、俳優として数々の作品に出演、ドラマや映画などで幅広く活躍していましたが、2018年に兵役のために活動を休止し、2020年に除隊して俳優に復帰しています。最近では歌手チンミンホの楽曲バラードが嫌になったとミュージックビデオにキムユジと共に出演して話題になりました。2人目はヨミンミン。ヨミンミンは中国の生まれで、同じ中国出身のジュンとは特に仲が良かったです。脱退理由は、セブンティーンのデビュー番組セブンティーン TV 内での評価が高くなかったことで、中国に戻って中国でデビューするために退社を決めたと言われています。その後、中国版プロデュース101のシーズン2である新中遠4人に出演し、最終的に U9 のメンバーとなりましたが、 U9 はその後解散、2020年からはソロ活動をしているようです。3人目はサムエル。サムエルはセブンティーン候補生の中で最年少でした。また最年少ということもあり、みんなから愛されるキャラだったそうです。デビュー直前でまだ13歳という年齢に両親の反対も大きく、本人も学業に専念するために退社を決めたと言われています。その後、ヒップホップデュオワンパンチを結成しますが、もう一人のメンバーが脱退したために事実上解散。その後はソロ活動をしていて、アルバム16を発売しました。現在はすっかり大人っぽくなっています。また2019年にはサムエルの父親が知人男性に鈍器のようなもので殴られて死亡するという痛ましい事件が起きています。4人目はシンドンジン。シンドンジンはもともとハンドボールに打ち込むスポーツ少年でしたが、周囲に勧められて出場したモデルコンテストで1位を獲得したことから芸能界に興味を持ったと言われています。静かでおとなしい性格だったようです。脱退理由と現在については、脱退理由は明かされていませんが、練習生時代に未成年飲酒をして解雇されたという噂があります。現在についての情報がとても少なく、解雇の噂についても真相は不明です。現在は韓国の路上ダンスグループで活動しているようです。そんなメンバーの脱退を終えて、現在は13人で活動しているセブンティーンですが、事務所の闇問題があると言われています。ここからはセブンティーンの所属事務所や闇と言われる理由、ハイブとの関係について紹介していきたいと思います。セブチ事務所と検索すると、ハイブやビッヒ、プレディスといったワードが出てきます。ハイブやプレディスは2つとも韓国の芸能事務所として知られていますが、
どのような関係があるのでしょうか。プレリスは女性アイドルグループアフタースクールも所属する芸能事務所セブチのデビューに関してはプレデビュー制度を導入してデビュー準備期間をすべてネット番組として公開するという画期的な方法で人気を集めていました。2012年4月26日にネット番組セブンティーン TV シーズン1から5を経てデビューメンバー13人が確定するまでには4年もかかっています。またセブチの爆発的人気から有名になったプレリスはハイブのレーベルの一つになりました。理由としては2020年5月から10月にプレリスの株をハイブが買収し経営権がハイブに移ったためのようです。プレリスの会社がそのまま買収されたためセブチ事務所はハイブ傘下のプレリスという形になりました。また2021年3月にはハイブで大きな社内改革が実施し社名の変更や本社の移転を行いました。それに伴いプレリスもハイブ本社内に移転しています。事務所に大きな動きはありましたがプレリスのアーティストとして活動していることに変わりはありません。2021年7月19日にメンバー全員が契約更新をしていました。途中脱退や更新のタイミングで退社するアイドルはたくさんいますがセブチはデビュー以来一人も欠けていません。芸能界は闇があるとよく言われますが K-POP 界は特に多い印象がありますよね。そんな中プレリスはひどい、もっとアーティストを大事にしてほしいという声もあるようです。ではプレリスが闇と言われる理由についてまとめていきたいと思います。まずはアーティストの管理が雑ということです。もっと活躍できる場やタイミングがあったのにもかかわらず事務所によってその機会が奪われていると指摘されています。例えばセブチの公式 YouTube チャンネル、かなり前から運営されておりファンが楽しみにしていたコンテンツの一つですが、このチャンネルが突如としてプレリスの総合チャンネルとして統合されてしまいました。このことによりこれまでの再生回数が消え、さらに削除されてしまう動画もあったようです。またセブチの先輩にあたるアフタースクールは2009年にデビューして以来数々の賞を受賞し名実ともに結果を残していました。しかし追加加入メンバーはいたものの飛び重なるメンバーの退所脱退などが影響したのか徐々に活動が減りました。他にも10人組女性グループプリスティンが2016年にデビューしていますが活動期間わずか2年で解散しました。デビュー後の活動の場が少なくカムバックをさせてもらえなかったようです。これには事務所の力がない、デビューや活動管理はどうなっているのといった声が相次ぎました。次にプレリス所属のアーティストを体調不良になるまで働かせているという点も理由の一つに挙げられます。特にセブチはプレリスで一番の売れっ子アイドルだったためかなり密度の濃いスケジュールをこなしていたようです。その結果コンサートや握手会といったイベントでのメンバーの欠席が目立ち、さらに残っているメンバーも体調不良に見えるといった声が多数上がっていました。アーティストがメディアやイベントに引っ張りだこになることは嬉しいですが元気な姿でなければ不安になりますよね。またファンからのプレゼントを勝手に使うこともあったようです。アーティストにプレゼントを渡したいと思っているファンはたくさんいます。事務所により様々に規定はあるものの大体は事務所で受け付けてくれ本人たちに届くようにしてくれますよね。しかしプレリスは異なっていたそうで、セブチのメンバーのために送ったプレゼントをスタッフが使用している事案が発生しファンから指摘され問題になりました。また過去には故意なのか事故なのかは不明ですがファンからのプレゼントをマネージャーが捨てていたという情報もあるようです。しかし2020年からプレリスではプレゼントは受け取らないと表明しています。また日本でだけ活動させて稼がせているというのもあるようです。実はプレリスではセブチの前に5人組男性グループニューイーストが2012年3月にデビューしています。ニューイーストは早くから日本で活動していたため高い人気がありましたが韓国でのプロモーションはいまいちパッとせず自国での結果は振るわなかったようです。驚いたことに2017年に行われたサバイバルオーディション番組プロデュース101シーズン2にはメンバー5人中4人が参加しました。結果的に番組出演が話題になりニューイーストの知名度は上がったようですが2022年に解散しました。韓国での活動にもっと力を入れていたら今とは違った未来だったかもしれませんね。他にも星のゴミ社員発言も話題になっていました。アーティストたちがライブ配信を行ったりつぶやいたりファンとの会話を楽しむ韓国のファンコミュニティプラットフォームミバース、セブチもミバースを利用し多くのファンに向けて配信しています。このミバースライブでメンバーの星がゴミ社員という発言をしていました。今はこの配信自体はアーカイブから消えているので現在は見ることができませんが、何かしら事務所に問題があったことは確かでしょう。さらに別の配信ではプレリスが同級生から
悪徳会社と言われたと暴露する場面もあり、メンバーも否定しておらず、周知の事実だったのかもしれません。これに対しファンからもセブチ事務所闇、フレディスやバイなどの声がネット上に多く上がっていました。またセブチ事務所は変わらずプレディスですが、廃部に経営権が移り、さらに事務所自体も移転しています。このことによりセブチの活動に影響があることは間違いありませんでした。そんな廃部に買収されたことに関してのセブチのファンの反応については、反対派は BTS と一緒にされたくないという意見が多かったです。廃部といえば BTS といっても過言ではありませんよね。韓国のみならず海外で活躍できるアーティストを目指し、海外向けのプロモーションへの力の入れようは韓国芸能事務所で随一でしょう。ハイブからデビューしたアーティストはどことなく似ている部分はありながら、それぞれが個性的で唯一無二な世界観を作り上げています。そんな事務所に買収されたことに対し、すでに確固たる地位を築いているセブチを心配するファンの複雑な思いがあったようです。他にもプレディスに問題があろうと単純にハイブに買収されるのは嫌という声もありました。現在多くのアーティストが利用しているウィバースはサービス開始時は BTS の利用がほとんどです。当サービスでは過去に情報漏洩事案や凄惨なアンチコメント、デマなども多かったため、セブチのウィバースへの参入について反対派のファンがかなり多かったようです。さらにウィバースへの参入がハイブに買収される前の出来事であったため、買収のための準備ではと不安になったファンが一気に増加し、大きな問題となってしまったようでした。逆に賛成派はメンバーと直接やり取りができるかもと買収されてよかったという意見もあります。ハイブは大手の芸能事務所ということもあり、ファンとのイベントが多く開催されています。今後は今まで以上に大きな規模で韓国、日本のみならず海外でライブを含むイベントが開催されることが予想されます。また海外への発信に力を入れているハイブ所属のグループはすでに世界でも有名です。そのため今回の買収によってさらに知名度が上がると考えているファンも多くいました。また大手の事務所のためスタッフが多く、アーティストの管理をしっかりしてくれるのではという期待の声も多数ありました。2020年10月18日にハイブ参加になって3年が経過しています。その後実際に変わったことは3つあるようで、1つ目は楽曲からセブチらしさが消えた点です。買収前からセブチファンだった人からは、新しい曲はセブチっぽくないという声があり、どうやら買収後ハイブのレーベルとして初めて出した楽曲はこれまでのセブチのアグレッシブな感じとは少々異なっていたようで、セブチらしさが消えたと考えているファンもいました。かといって全く変わってしまったというようなことはなく、これまでとは少し違う新しいセブチとして捉えているファンもいるようです。2つ目は海外進出があからさまな点です。 BTS もここ数年で全編英語の楽曲を3曲連続でリリースし、ビルボードで首位か勝ち取るという快挙を成し遂げています。セブチもデビュー以来初の全編英語楽曲を2022年4月15日にリリースしました。これについてネットでは、海外に向けての準備では分かりやすく海外進出狙ってるという声も一部でありましたが、楽曲をセブチらしく昇華しており、ファンの間で人気の高い楽曲の一つとなりました。3つ目は BTS と同じ路線という点です。全編英語楽曲のリリースやプロモーションの仕方、ウィバース運用についてもセブチは BTS と似通った点が多数あります。現在 BTS は陣が兵役中で、他のメンバーはソロ活動をしており、随時兵役に行くことが公表されています。ハイブ参加には男性グループでいうと Tomorrow by Together、エンハイフンがいますが、デビューは割と最近のこと。セブチはアイドルとしての活動歴もあり、すでに名実どちらもある状態です。そのため BTS 不在の間、セブチを BTS の立ち位置で海外進出活動させ、時期が来たら兵役に行くといった流れで BTS と同じ路線を行くのではと予想しているファンはかなり多いようです。とはいえこれはマイナスな面はなく、むしろハイブのブランド力をフル活用することで今まで以上に世界で活躍することができるチャンスでしょう。さらなる飛躍を期待しましょう。いかがでしたでしょうか。セブンティーンの元メンバーも現在それぞれの分野で頑張っているようですし、現メンバーもみんな仲良く活動しているので今後も応援したいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。